今日が J1 での出場が5年ぶりという大谷がゴールキーパー。前からプレッシャーをかけるセレッソ、原川、乾、乾、溜めて山田のシュート、決まりました。 J1 2年ぶりのゴールは山田。セレッソのユニフォームを着て J1 でのゴールは初めてです。セレッソ先制。セレッソでした。まあ、ここ2トップが追いかけてここパスをパスミス誘いましたよね。まあ、ここで溜めながらユニ選手がねパスを出した、このワンタッチ目良かったですよね。まあ、ここのため打つと見せかけて外にっていうところ、ワンタッチ目でかわしながらシュート、このワンタッチで前に出るっていうところの、ここで勝負ありましたよね。なるほど。